西暦1598年8月、一代で天下を治めた英雄、豊臣秀吉がこの世を去った。秀吉は死の間際に、徳川家康ら五大老、石田三成ら五奉行に、一人息子の秀頼を補佐し、豊臣家を守るように誓約させる。しかし、秀吉の死を待っていたかのように、徳川家康は天下取りのため、着々と勢力を拡大していくのであった。この家康に対抗するため、石田三成は諸国の大名に家康打倒の檄を飛ばした。そして、兵を集めると、まず、家康配下の鳥居元忠が守る伏見城を陥落させた。西暦1600年7月のことである。その頃、徳川家康は、上杉を討つという名目で、大阪を離れ、小山にいた。石田三成が挙兵いたした。この物語の中には三成に味方したいと思う者もあるだろう。そのような者は今すぐに陣を払い、帰って戦支度を整えればよい。この家康、決して邪魔だせはいたさぬ。三成の立派な挙兵は羅針から得た逆進、おさらき秀頼様がかような命を下すわけがない。この鶴田長政、真実に誓って家康殿にお味方いたしたぞ。家康、我が妻加奈子の恨み晴らし誓いをお渡りなされ、この忠義に必ずや三河の国あげてみせましょうぞ。それがしも家康殿にお味方します。お味方の上は居城掛川城を兵糧ごと家康殿に差し上げ、それがしは人数ことごとく引き連れ戦場に臨む所存でござる。それでは方々、準備した上出発してください。やはり三成は挙兵しましたな。三成の忠義はあっぱれじゃ。されど死者に心をとらわれ、人心が豊臣家から離れておることに気づいておらん。このまま豊臣家が気づけば、続けば戦国時代へ逆戻りじゃ。戦う直政、こたびの戦は天下を安定に導く大義であると心得よう。はあ、家康は諸将の意思を統一すると、上杉の抑えは息子の秀康に任せ、西軍の拠点である大垣城へと向かった。